はい、では皆様お待たせいたしました。それではただいまよりスタートアップが見据える未来のものづくり、ものづくりの未来とはと題しまして、第2部パネルディスカッションを開始いたします。開始に先立ちまして、男女の皆様ご紹介いたします。はじめにパネリストの皆様です。先ほどピッチでご登壇いただきましたエイタイリンク株式会社田辺裕二様、コネクテックジャパン株式会社平田勝則様、株式会社エイシング、井出沢純一様、株式会社スカイディスク内村麻人様、株式会社ロジーマーティン・ロバーツ様、株式会社トライエッティング永江祐樹様、そしてモデレーターをお務めいただきますのは、東海東京証券株式会社執行役員で投資銀行統括部長の阿部武久様です。阿部様は中部地域において新しい価値創出を目指すオープンイノベーションを促進するため、産学官をつなぐ学びの場として中部オープンイノベーションカレッジの運営に関わられていらっしゃいます。本日のパネルディスカッションは、先ほど申し上げましたようにスタートアップが見据えるものづくりの未来とはです。新型コロナウイルスの感染拡大ですとか、カーボンニュートラル、EV 化といったですね、急速な環境の変化が言われております。こういった中でですね、非常に先行きが不透明だという中で、この地域の企業の皆さんも変わっていかなければならないなと、そういったお気持ちをお持ちではないかと思います。第1部では各社の皆様の自社のサービスをご紹介いただきました。この第2部では、そういった企業の皆様がどう変わっていくべきなのか、スタートアップの皆さんと一緒にどう変わることができるのか、そういった点を深掘りしていただきたいと思います。それではここからは阿部様にマイクをお渡しいたします。阿部様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。阿部と申します。今井野様の方からもお話がありましたように、もう製造業を取り巻く環境というのは、技術革新のスピード、それから異分野からのプレイヤーの参入だけでは、そういった局地戦だけではなくて、最近ではもうコロナだとか自然災害といった大きな全体に関わるような要素というのも出てきております。そういう中でこう不確実性の多い世の中だからこそ、いろいろなところ潮流だとか情報にアンテナを張って、日々の事業の方向性については経営者の皆様は苦心されていると思います。で、本日はですね、世の中を変革するポテンシャルをもう秘めておられます、スタートアップの、企業の6社の企業家の方たちにお越しいただいています。おそらくですね、今日のパネルディスカッションを通しまして、この企業家の皆様の方からですね、いろいろな思いだとか語っていただきながら、当地区中部地区の製造業の皆様がですね、明るい製造業の未来を作っていく上で、もう明日の日々からでもご活用いただけるような何かしらの気づきを、このパネルディスカッションの方からおつかみいただければと思います。そのようにちょっとモデレーターとしてもなるべく頑張って進めてまいりたいと思いますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、でまず一番最初なんですけれども、まずスタートアップが製造業の変化にどう関与できるのかというようなところのテーマがあります。で、皆様スタートアップとしてこれ今事業を起こされて、もうすでに大企業、中小企業、中堅企業とのお取引を進められている皆様も多数おられると思いますので、まずは先ほど短いピッチの中で自己紹介をされていると思いますけど、もう少しこう皆様のこう事業聞いておられる方たちに掘り下げて伝えていただくためにも、こういうことをやっている会社ですということを、何かこう今具体的にこう協業されているような事例がもしあってこう差し支えない範囲で、もちろん NDA とか結ばれているようなケースもあるので、差し支えない範囲で聞いている方たちも、それなら我々もなんかこう関係できそうだなとか一緒にやれそうだなというようなふうにこう持っていけられるような、何かこう具体的なお話を少しずつしていただければと思います。ではお一方ずつちょっとお願いできればと思います。お名前ではなくて、皆さんやっぱり会社の名前をちょっと覚えていただこうと思いますので、会社名でお呼びさせていただきますのでよろしくお願いします。まずはエーターリンクの田辺様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどのスライドでも少し触れさせていただいたんですけれども、我々大きくビジネスドメインとしまして、ファクトリーオートメーション、工場での、オートメーションの利用と、ビルマネジメント、これは、ビル関係、一般商用にも使われます、そういった領域での利用、そしてメディカルの3つの分野が
ありますけれども、今一番弊社の中で重きを置いているのがファクトリーオートメーションというところ、これが7割ぐらいのビジネスとしてやってまして、大きな会社さんと一緒に協業させていただいております。こちらちょっと名前は出すことはできないですけど、どういったことをしていますかと言いますと、LINE などがあって、こうロボットの先端にこうセンサーが結構結びついてですね、このあの、例えばピッキングロボットでしたら、物が入ってきたっていう情報を、1か0ってこう来たら1っていう感じでこう送り返すと。でこのセンサーがですね、例えば1個のロボットハンドのヘッドにですね、100個とかついてたりするんですよね、はい、そうするとそれら あのセンサーに電力供給するワイヤーっていうのがもうとんでもない数あると、でこれはあの FA 業界で長年課題であった、これが1日にものすごいスピードで動きますと、大体1本が3ヶ月に1回ぐらい壊れたりする、断線の問題っていうのがあったんですね。でそれをどうしても解決したいということで、我々ちょっとラッキーなことに昨年の早い時期にちょっとテレビで紹介をさせていただいて、でその時のそれを見ていたその事業会社さんの人が連絡をくださいまして、結構たくさん連絡があったんですけれども、その中で一番その課題の質が高い企業さんと我々は少数に絞ってやらさせていただいているというところでございます。でこのセンサーのところなんですけれども、非常にたくさんあるものの断線をこう完全ワイヤレスでワイヤレス給電して、電力を受けたものを使ってセンサーを動かして、でセンサーで得た情報というのをその電力を使ってまた送り返すというのを、5ミリ接口器にやってラインを動かすと。そうすることによって、ラインが止まった時の機械損失というのを防いでいるというところです。もう一つのビルマネの方は、竹中工務店さんと一緒に やらせていただいておりまして、今月末からですね、初めて世界初の製品導入というのを、竹中工務店の静岡営業所で開始していくというところです。これは湿度、温度、温度、照度、CO2 センサーですが、そういったあらゆるセンサーを、1分間に1回完全ワイヤレスで送り返すというのを、ワンフロアに全面に入れさせていただいて、そういう情報をこう扱って、そういうことをやっております、取り組みです。おそらくそのワイヤレス給電という技術自体はまだこれからもどんどんいろんな分野に使われると思いますし、当然その工場の中での配線という部分ですよね、ここが大きく変わる可能性があるので、おそらくその工場の設計の段階からも含めて、それから継続性のところですよね、断線してどこが断線したんだって、そこで製造が止まってしまうようなトラブル、そういったこともリスクが減るっていうところも合わせて考えると、いろんなところで需要がありそうな技術ですね。ちょっとこのワイヤレス給電という技術そのものについてなんですけれども、チーチャージングですとか、皆さんワイヤレス給電で携帯を充電するっていうものはあったんですけれども、なかなか社会に浸透していないと、それは理由としてはあったら便利っていう、どちらかというとニードトゥーハブに近い、状態 で我々はどちらかというとマストハブで、ワイヤレス給電でしかできないというところをこう指していこうという戦略を取っております。そういう、いい例でいくと電動歯ブラシなんかがそうで、ワイヤレス給電でないとこう、シールディングされていて濡れてしまうので壊れてしまうから、ワイヤレス給電でしか電力伝送できない状態なので、これがうまくいっている、それもその考え方に割と近いかなというところです。 ありがとうございます。はい、では続きまして、コネクティックジャパンの平田様、よろしくお願いいたします。私どもの、ビジネスモデルというのは、今全世界がシリコンチップを基盤につけるときっていうのは260度っていう、ハンダの温度を必須としています。で我々は12年前創業時から200度を切った温度に挑戦をしていて、現在量産ベースで80度という低温を実装を武器にできています。これに伴いまして、 OSRDA アウトソースド R&D アセンブリーと我々言ってるビジネスモデルなんですけれども、ありとあらゆるチップと材料の組み合わせが、自在にできるようになったということで、コラボレーションとか協業っていうところで言うと、従来例えば海水パンツ、スイミング用のパンツ用のポリウレタンの素材メーカー様が
80度という温度で我々が LSI チップをつけるととても素晴らしい新しい伸び縮みがする材料基盤メーカーに変われるとかですね、あとペットフィルムもリサイクルで下場合1センチ平米が数十銭にもならない材料が配線をしてそこに半導体が載せれるっていうその低温化のブレイクスルーによって従来の有機基板と言われるものと同じマーケットプライスで勝負ができるとかですね、今そういったことが実はいろんなパターンが起きてまして、弊社ホームページにまああのそういった実際の活用例等々は載せてるんですけれども、もう一方でその作り方ですね、であの冒頭の会社紹介でも言いましたように半導体には実は作り方にルールがないんです。で今現在全世界は今回あの熊本にあの TSMC さん来ますけれど、まあ経産省も頑張られて来ることになってるんですけど、とんでもないデカさの工場になります。あの今現在の世界の実装技術っていうのは34工程1台あたり2トンを超える横4メートル高さ3メートルの装置を500台ぐらいまず並べないと1個が作れないって世界になります。で我々あの低温と低荷重をやったことであのデスクトップファクトリーといって机の上に乗るサイズの工場を今具現化して切り替えも瞬時でできますし、そこが自宅開発のサービスベースになってるんですけれども、実はこの時も協業がありまして、先ほどの自動車関連の皆さんぜひ半導体にって言った理由があります。従来は実装でこうつける時っていうのは250から500ニュートン必要だったので超巨大で精密なコントロールができる某大手企業様ばっかりしかできないということがありました。ところがあの我々3ニュートンで80度ってなると実はあの回転寿司のシャリ握りロボットの圧力で半導体がつけれる。で実はその機械工学ってみんな学校では同じなのに入った産業でずっとそこの道ばっかり行ってるので半導体は難しいって頭になるんですけれど、プロデュースプロモートがうまくできればそういった方々にも参戦いただける、そんなようなことをあの最近あの考えながら事業やっています。ありがとうございます。はい、では続きましてあのエイシングの井出沢様よろしくお願いします。はい、はい、弊社はあの先ほどご紹介した通りなんですが、あの独自にその AI のアルゴリズムを開発してライセンスを提供するというビジネスになります。なので別にチップとかハードウェアを伴って売ってるわけではないんですけれども、あの私が実は経歴がですね、出身が機械工学科出身で制御工学とか金属組成学とかそういうのをやってきた上でロボット工学をやった関係で知能制御というところの分野で機械制御 ×AI というのを16年17年ぐらい前からやらせていただいております。まあ、そこが弊社の創業のきっかけなんですけれども、そのような機械制御 ×AI というところが AI 屋さんって大体こう情報工学の出身の方が多いですけれども、まあ、私たちはちょっと変わってまして、機械屋さんが必要な AI を自分たちで作り始めたといったところで、まあ、その開発に成功したというのが弊社のまあ土台になっています。で実際 AI を実装しようとするとさまざまな問題があるわけなんですけれども、まあ、もちろん精度、あと実装の軽量性、消費電力などの問題があるわけですけれども、従来、まあ、自動車なんかにも載せようと思っても、まあ、ディープラーニング等ですと FPGA や GPU などがやっぱり必要になってくるわけなんですが、まあ、コストアップしてしまうと、まあ、それこそ何円何十円で購買部の方が頑張っている世界だと思うので、で弊社はじゃあどうなるかというと、まあソフトウェアでご提供する形でいけますので、実は従来のマイコン、従来の CPU、 いわゆるまあ1個数十円から数百円、数十メガヘルツから数百メガヘルツぐらいの、まあ、いわゆる低スペックマイコン CPU でも十分動かせるといったところがやはり特徴になりますので、そうするとハードウェア の, あの、まあ容量が空いていれば我々はその隙間に明日からでも、まあ、今日からでも、組み込むことができると、要は、ハードウェアの新たな開発がいらないといったところも一つ大きな特徴になるかなと思っております。うん、ありがとうございます。はい、では続きまして、スカイディスクの内村様よろしくお願いします。
我々2013年創業なんですけども、創業当時はもともとデータを収集するセンサーとかデバイスを開発していた会社で、4年ほど前から製造業向けの AI 開発というところにちょっとフォーカスをしてきました。で、製造業の AI ニーズは全部やりますみたいな感じで当時言ってたので、それこそも画像もあれば、結構もう振動とか音みたいな波形系のデータもあれば、本当に時系列とかもあれば様々なデータの解析をやってきたんです。それが一つ今の血となり、肉となっているのかなっていう感じがありますと。で、我々引き続きいろんなお客さんのところを課題をヒアリングしながらカスタマイズのソリューションを提供していくっていう取り組みは、引き続きやっておりまして、最近ですとトヨタ自動車九州さんと一緒にレクサスのイオン検査の工程をAI を使って、AI がイオン検知を行うというようなシステムを実際に実ラインに導入させていただいたりとか、そういった取り組みもさせていただいておりました。ただやっぱり先ほどのちょっと私のプレゼンの中にもお話しさせていただいた通り、やっぱり工場の中のお話って結構大企業さんじゃないとなかなか取り組めなかったりとか、中小の会社さんだとやっぱりそれほどビジネスインパクトが出なかったり、やっぱり多大な投資ができないっていうところはすごくあって、日本の 99.7% が中小の会社であるにもかかわらず、なかなかそこに対してこう DX の提案ができないというところはすごくもどかしい気持ちがありまして、その中で実はソリューションのところで、中小の会社さんも含めていろいろな相談があったところから、ちょっとプロダクト化をして、中小の会社さんでも、手軽に取り組めるようなところに、着手していこうというのが先ほどの生産計画を、SaaS 型で提供するというサービスの形になっています。なので今大きく、製造業向けに、大手から中小まで2つの事業の展開をしているというのが弊社の事業になっています。はい。それでは続きまして、ロジのマーチン様、よろしくお願いします。はい。我々もともとですね、名前の通りロジスティクスを専門にやる会社としてですね、このスマートバーコードっていうソリューションを立ち上げたんですけれども、物流会社だけではなくてですね、その後いろいろなメーカーさん、製造生産の会社さんからご相談いただくようになってですね、で、2つのちょっと事例をですね、ご紹介したいと思います。1つは食品メーカーの案件です。これはいわゆる6次産業と呼ばれるですね、農場も加工場もいわゆる販売店も持ってみえると、そういった会社からですね、いわゆるまず農場の、いわゆる生産者の、情報、いわゆる簡単に言うと農場の血統書、管理日誌みたいなものをですね、作った野菜に紐付けて、で、今度は加工のプロセスでですね、いわゆるハサップの情報ですよね、温度管理とか、加工場のデータがどう管理されているかということ、で、最終的にそのカップスープがですね、消費者に渡ってから同じ QR コードを読むと、いわゆるブランドの情報と、トレースの、開示していい情報だけを見せると、そのような事例があります。で、もう一つはですね、もっと泥臭いところでいくとですね、いわゆる鋼材のサプライチェーンマネジメントってのもやってます。いわゆる鋼材の加工工場っていわゆる H 鋼と呼ばれるですね、見た目だけでは判別がつかないような同じ形の鋼材っていうのが入ってきて、それを切断してですね、加工して、それを工事現場に出荷するんですけれども、いわゆる母材ですよね、親になる情報、材質が違う、ただ見た目は一緒で、それを切断するときに、いわゆる鋼材にバーコードを貼り付けて、で、そこでペアリングをして、で、いわゆる面取り塗装みたいな加工っていうのを入力していって、で、最終的にその鋼材がですね、現場に行ってからですね、どれだけ飛翔されたか、どれだけ使われたかというようなデータを取っていくと、こんな、使い方もされています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後6人目ですけれども、トライティングの長江様、よろしくお願いします。はい、じゃあトライティングの長江です。手短にちょっとお伝えをすると、弊社がなんでこういう先ほどご紹介したような事業をやっているのかということと、あとは具体的にどのようにこう現場に落ちているのかという話の2点をさせていただきます。で、弊社はですね、2016年に会社を起こしまして、私自身も入澤さんみたいな感じで情報工学専門ではもちろんなくてですね、スタンフォードで材料研究をしておった人間でして、その時に材料を研究するのに AI を使っていた。それをそのまま今私たちの事業の根幹技術の一つになっているということで、どうやってこう面倒くさいものを簡単にするのかと
というアプローチで AI を使うという原体験がございました。で今はですね、先ほど申し上げたようにサプライチェーン の方々の頭を使わないといけない、経験を積まないといけないような業務なんだけれども、めちゃくちゃ単調でめんどくさい業務、これをですね自動化してあげるということが時間のショートカットにもなりますし、コストが削減できるというところでご活用いただいている。2つ目の話ですね、具体的にどのように削減しているのか。例えばシフトの作成とかですと、1回、1月分30人のシフトを作るのに8時間とか10時間かかっているものをボタン1つで5分で計算ができたりとか、あとは弊社需要予測をしてどれだけ物が必要なのかなというところから在庫管理、適正な在庫数量というのを出させていただいているんですけれども、某大手化粧品メーカー様とのご協業事例ですと、だいたい年間で全体の品番で 25% の在庫数量圧縮することができる。4桁億円売ってるので 25% ってどれだけ在庫を減らせるのかというのがお分かりいただけるかと思います。現場に落とす AI、 そして利益を上げるというところをこだわって弊社はやらせていただいているというものでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今6人の方からいろいろお話を伺って、これも多分おそらく聞かれておられる製造業の皆さんにとってみたらですね、おそらく自分たちの事業のところをこう変革するための、一緒にこうパートナーとしてやっていくことで新しい分野に行ったりだとか、それから実際その今やってる業務の中であってもすごくこうコストでこう改善ができるとか、生産性を飛躍的に向上させるようなものにつながるような方たちばかりで、もうぜひまたこのイベントの後にもですね、一緒にやりたいというところがあればお声掛けいただければと思います。非常に参考になりました。ありがとうございました。で続きましてですね、第2巡目といいますか、スタートアップが描く製造業の未来の姿ということで、おそらくこのテーマの意図しているところっていうのは、スタートアップの皆さんだからこそ、その既存 の, こう、製造業にこう入社をしてこう、もう段階的にそこで仕事をしていった人ではない視点でもって、ものづくりに対する何がしかのこだわりだとか、そういうのをお持ちになっている、または自分がこう目指しておられる理想の姿みたいなものがあってですね、それが本当当たり前、ごく当たり前のものもあるかもしれないし、すごく尖っているものもあるかもしれませんが、その皆さんのそのものづくりに対する、うちはここにものすごくこだわって今まで事業をやってきたんだっていうところを少し皆さんの方からお語りいただければと思いますので、また順番にお願いしたいと思います。はい、まずはエータリンクの田辺様、よろしくお願いします。はい、ものづくりに関して我々がこだわっているというところですが、やっぱりテクノロジーベースの会社ですので、はい、間違いなくそのちゃんとしたテクノロジーをちゃんと科学の根拠に基づいて立脚したものを提供するということにはこだわっております。やっぱりまだ立ち上げて1年とちょっとですので、製品化に至るまで 95% までいってるんですけど、その残りの 5% 製品化までっていうところが、なかなか何て言うんですか、ラストワンマイルといいますか、だから到達が難しいんですけれども、一応そのなんとかその製品までこぎつけてですね、今年度中までに収めるというところまでは至ってます。で製造業の未来の姿ということなんですけれども、皆様のお話をお聞かせいただいていて、やっぱり、我々が考えている未来といいますと、全てのものこと人ものっていうものがこうシームレスにつながっていく世界っていうのが実現されるだろうと考えています。すなわち、例えばガーファムなどがこう実際に実践されている、ネットフリックスもそうですけども、その顧客の情報をもとにして、AI によってその顧客が何を欲しているかっていうものをこう提供できている。だけどもまだその製造業の方に関しては、実際に製造業をこうラインをやっていって、いろんなアナログデータというのをこう取得して蓄積していって、実際にその工場で何が必要かっていう、例えばこうロットが少なくなっていったらそこに補充するですとか、そういったところをこう AI をもとにしてサポートする、すなわちもうとにかくありとあらゆるアナログデータというのをこう蓄積していって、こうクラウドでつなげるという、これが非常に重要になってくるというふうに考えています。なるほど、はい、ありがとうございます。
はい、続きましてコネクティクジャパンの平田様よろしくお願いします。私どものはやっぱり一番こだわってる点っていうのは全てを自前主義じゃない、コアテクノロジーは我々で持ちますけれども、瞬間瞬間いろんな企業様と有機的につながって、リアルテックを具現化する。でただしこれは仲良しクラブじゃなくてプロデュースプロモートっていう我々のビジネスモデルなんですけれど、我々はお客様を引きつける、世界初とか世界一っていう技術で引きつける。で世界からいろんな案件来ます。でそれに伴ってお金も動きます。でそれをもとに国内の企業様たちに時間と期間を限定してお支払いさせていただいてお仕事していただく。でもともとこのビジネスモデル池井戸潤さんの小説の鉄の骨っていうやつをみんな読んでてですね、目から鱗で建設会社って敵同士じゃないんだ。例えば橋一本作るとき大林さんと清水さんが上下を分け分けしながらやるとか、まあ電気工事士さんがある期間だけ瞬間働いてもらって結果を出すとか、なんで半導体って今までこうなんかこう線分かれ分かれで敵同士みたいな感じでやったのが、それがもともと原点で、今我が社には16社の半導体の責任者だった人たちがコアで集まってるんですけど、これが一度に活かせるとホワイトボードいっぱいに日本中の要素技術が分かるみたいなところがありまして、でそういう方々エンジニア一人一人をご指名させていただきながら、お金もお支払いさせていただいて共にある時間だけ一緒に加わっていただく、こういったこともこれから必要なのかなと。で未来に向けての製造業っていうのはうちの会社必ずスローガンで言うのがメイドインジャパンにこだわらないっていうんで、でこれ意外とこう言うとなんかすごくみんなに嫌われるんですけど、メイドバイジャパニーズで行こうっていうことで、これからは中国韓国台湾アメリカも敵ということではなくて、彼らのメイドインを支えるやっぱ資本財、その中でも新しい新資本財って僕ら最近名前つけてるんですけれど、付加価値を与えた新しい作り方材料、いやボタン一つだけ押せば必ずぶどまれた稼働率が出る世界っていうのを、これを提供していく、これが日本の国力を上げていろんな分野で起きれば、その中の先兵として半導体で僕たちはそういうことをやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。はい、続きましてエイシングの井出沢様よろしくお願いします。はい、私どもが考える、製造業の未来は、まず我々 AI 屋さんなので AI 側から見ると、まあ、AI って大したことありませんと。で、まあ、どなたかおっしゃってましたけど AI はただのツールですので、うん、いずれはコモディティ化します。で今おそらく製造業の方たち、我々もFA や製造業の方たちがお客様のメインになるんですけれども、やっていてこうもどかしいというかもったいないなと思うところは、まあ AI を必要以上に身構えてしまっているというか敷居を上げてしまっているけど本当大したことないんですと。でむしろ我々から見るとそれぞれのケミカル屋さんとか電気系のとか機械制御屋さんとかそういう方たちの知見技術の方がむしろすごいんじゃないかって日々思うんですね。でということはつまり、製造業とかそういう方たちそれぞれの得意分野のエキスパートの方が AI のそれマシンラーニングの技術のそれぞれの特徴を理解すればいいだけで、それでまあ何ちゅうあとは 実例を交えて、OJT 的な感じで、まあ、実体験を積んでいけば、横展開はそんなに難しいものではないというのは経験上私たちも感じています。なので、AI だからといって IoT とかも含めてですけど身構える必要は全くなくて、とりあえずで本質は何をやるかということだと思うので、手段あくまでも手段を AI 使って何かやろうではなくて、何が問題なんだろうということを見抜くのが大事なんじゃないかなと。一例ちょっとよくあるのが異常検知も弊社ソリューションで持ってるんですが、よく最近異常検知って流行ってると思うんですね。けど安易に異常検知に飛びつくのは私は危険だと思ってるんです。でなんでかというと先ほどのオムロンさんの事例をご紹介したやつもそうなんですが、
異常を検知するっていうこともあの事例では適用できるはずなんです。ただ異常の前にそもそもその元に異常の元になるものを制御で抑えてしまえばぶどまり効率上がる、効率上がりますよねと。結局そこが本質なんであればそれをやればいい話 でその上で異常検知も必要ですっていうことであればそれでいいと思うんですけれども、何が本当に本質なのかというところを見抜いた上で AI を一つのツールとして使って IoT も使って、DX を促していくというか、そういったことができると、日本の製造業の未来は非常に明るいんじゃないかなというふうに考えています。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ではスカイディスクの内村さんよろしくお願いします。はい、ちょっと皆さんなんかいろいろとおっしゃってるのでこう順番回ってくるたびに言うことがなくなってくる感はちょっとあります。ちょっと3年ぐらい前の、総務省が発表しているデータで、はい、日米のソフトウェアの投資内訳っていうのが出されていて、はい、でアメリカだと4割が自社開発で3割から4割ぐらいのところで受託開発があって、パッケージも同じぐらいの比率、3割3割4割みたいな感じなんですけども日本って、9割ぐらいが、受託開発なんですね。でこれってやっぱ異常なことで、このなんか理由としてその総務省が言ってる話っていうのは、そもそも ICT 分野のことを、自分たちがやらなきゃいけないコア業務として日本って捉えられて、来なかったのでもう外出しするのが、当たり前になってたと。ただ外出しするのが当たり前になってたので、かなり非効率な実は ICT 投資になってるんじゃないのかっていうことが指摘されていますと。でまさにやっぱり僕らもなんかそこに着手しないと例えばこう当然我々も大企業さんとお仕事させていただいているんで変なこと言うつもりはないんですけどやっぱりこうなかなかその大きなシステム投資ができない会社さんとかどうじゃあその中で競争力を持って取り組んでいくかっていった時にやっぱりそこをちゃんとやっぱり自分たちでコア業務として持たなきゃいけないと。で DX 人材ってじゃあ何かっていうと単純にコーディングできる人間とか例えば Python 扱える人間みたいな話ではなくってそもそもやっぱり自社に必要なシステムとかを要件定義できるとか、そういったところがやっぱりかなり重要なポイントなんだろうなというふうに思っていてトライエッティングさんとか、ノーコードのサービスというのは結構いろいろ出てたりしてますけども、我々もなんかノーコードの武器を提供するだけだとちょっと足りないんだろうなということは少し感じていて、やっぱりどうそれを使いこなすとか、自社で必要なところを設計していく、人材のところをこう UI、UX でどう表現していくかっていうところは僕らがちょっとこれから非常に何ですかね、心がけていきたいというか取り組んでいきたいポイントかなというふうに思っています、はい、はい、ありがとうございます。では路地のマーチン様よろしくお願いします。はい、我々IT プラットフォームっていうのをですね、なりわいにしてるんですけど、ある意味ですね、いわゆる製造業と、似てるのかなっていうふうに思います。で、我々のプラットフォームって基本的にはそのアプリを量産するための、工場でもあるわけなんですよね。で、スタートアップの我々はですね、もう明日の飯の種をもう作らないといけないと。ですからもう猛スピードで走るしかないんですよね。で、結局その工場のですね、我々のプラットフォームですよね、機能強化ができるんであれば世界中の誰とでも組むと、協業するということをもう意識してですね、やってますね。先ほどピッチの中でちょっとご紹介したデバイスのメーカーはアメリカですし、我々の中国のハイアールといわゆるトレーサビリティの越境データ連携でご一緒させたりいただいたりしてるんですけども、やっぱりですね、ただでさえ今コロナ禍でサプライチェーンが分断されていく中でですね、やっぱり日本の製造業ってまだやっぱりレガシーなのかなと。でこれ以上ですね、グローバル化を遅らせない方がいいっていうふうに、私自身は思っていてですね、で未来の製造業に求めるのはですね、そのオープンなマインドと、やっぱりあれですね、今言ったようにですね、その、グローバル化っていうところにもっと他のアジア地域の国と同じようにですね、前に向かっていってほしいなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後トライエッティングの永井様よろしくお願いします。はい、難しい話私よく分かんないので、中小企業が多い、製造業、地域製造業の未来がどうあるべきなのかという私が思っていることを
でこういう会社をやらせていただいているそのスローガンみたいなところをお伝えして終わりにしたいと思うんですけれども、あの儲けられる、儲かる、自動勝手に儲かる、そして続く製造業に、あの何らかの寄与で私たちがお手伝いすることで、あの製造業さんが変わっていければいいなと思ってます。で儲かるってすごく大事なことで、まあ、儲けるだったら頑張ってこう営業すればいいとか、あの安く作ればいい、もうこれ本当企業努力なんですけれども、そこのお手伝いはもちろんのこと儲かる、だから今までのそのやり方を少し変えてあげることで 1%2% 利益が上がるようにしてあげる、そのためにはもう今ね、レガシーなこう業界ですから、もうカツカツだとどんだけやっても 1% も上がらない、そういったところを超えられる新しい技術というのを、まあ、可能性として私たちは AI というのをご提供しているわけなんですけれども、ただ高い、だからこれ続かないんですね。なので続けるということで、私たちは業界で一番安い価格でお客様に早く AI を使っていただきやすい形でご提供するというのをこだわってやらせていただいているので、まあ、その先にそういう製造業の未来があればいいなと考えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。今皆さんのお話の中で、まあ、2つほどですかね、やっぱりこう私もいろいろこう企業の方と話してて、なかなかオープンイノベーションを含めて進まない中の話として、まあ開かれた世界というか開かれた心というのかな、先ほど、どうですかね、コネクティックジャパンの平田様なんかもお話あったと思うんですけども、なんかこう自分のところだけということではなくてね、いろんな同じ業界であっても敵ではなくて一緒にやるんだみたいなところの気持ちっていうのはやっぱ非常に重要なのかなと思います。あともう一つが、そのこれはあれですね、エイシング様やスカイディスク様おっしゃってたところになるのかな、課題を何で解決するかっていうところが問題であって、 AI を使うということが目的ではないというところですよね。これやはり今でもまだそういう事例多いのかなというふうに思います。でこういうところをやっぱり変えていかないと、なかなか製造業の現場っていうのは強くなっていかないのかな、また無駄が多いのかなというような感じはしますですね。なんか今のその辺のところでもう少しこうさっきちょっと言い足りなかったみたいな方お見えになりますか、もうちょっとここ補足しておきたいみたいなとこありましたら、はい、じゃあ、はい、あ、すいません、おそらく今の話の流れだと、ええ、そうですね、我々よく感じるのが、お客様やっぱり AI を手段でって来られちゃうことが多いところと、はい、まあ、100分ずつってそうじゃなかったとしても、実はビジネスインパクトがその成功した後にどれだけ出るかっていうのを意外に見ていない方たちが多いかなっていう印象が、もちろん見てる方たちもいるんですけども、仮に AI の場合よくあるあるで、やってみようと思うと、AI を詳しくない方がやって、プロジェクトやっていると大事なデータが実は取れていないっていう問題がやっぱりあったり、動機が取れてないとか、まあそういった問題があったりします。で、その上で実際本当にそれで揃っていても、やってみてもうまくいくかどうかはやってみないと分かんないんですね、うん、けどそれやってみないと分かんないけど、やっぱりやるからには多少なり予算はかかるわけで、うん、じゃあその投資回費用対効果はどうか、じゃあそれがもしうまくいったらプライオリティをちゃんと決めておいて、うんうん、これの3つのうちどれが一番当たったら業界的にビジネス的にでかいかなみたいな、そういうことのフィルターもかかった上で来ていただくとすごく効率がいいんですけども、うん、意外にそこが抜け落ちちゃってるパターンが結構多いんじゃないかなというふうに感じています。しっかり叩かれてないというか、そうですね、マーケティング的な視点も本当は大事だと思うんですけど、うんうん、技術的な案件だけで上がってきてしまって、いざじゃあ話してみて、あ、マーケティング的な切り口ではまだフィルターかけてませんでしたみたいなこともまあまああるかなというふうに、途中で止まっちゃうような気がします。まあその時は技術的なフィルターで我々優先順位決めるんですけど、ビジネス的なフィルターはさすがに畑が違うと分かんないので、それはお客様の方にその上で決めていただいて、プロジェクトを選定していただくってことに大体はなっています。はい、
その辺のなんかこう違いっていうのは、先ほどの内村様おっしゃってたと思うんですけど、あの受託との割合のところで、日本の企業ってどうしてもその外に全部出してしまうようなところがあって、中でこう IT の人材が実はあの少なくて、で結局外で作られる方っていうのも業界特有の固有の事象だとか、その辺そんなに詳しいわけではないので、一応収めるけれども、実際それがねうまくいくかどうかっていうところの検証を含めて、本当はだからあの中にもやっぱりきっちりとそういう人材をまあ整えてから進めないといけない話でもあるということですよね。今お付き合いされている企業の中で、そういう割合がこう内村様とかあの見ておられて、まあバランスいいなと思われる企業って何割ぐらいございます、日本だと。ですね、多分大手さんとかは、はい、あの2週目3週目に入られてると思うんですよ。で、これどういう意味かっていうと、我々もですね、はい、あの結構その社内 DX 人材育成とか、はい、そういった形でウェビナーをやらせていただいた時に、はい、これまでよりも一番反響があって、で、やっぱり大手さんだと多分1回目、まあちょっと我々が言うのもなんですけど、 AI ベンダーに頼んだんだけど、なんかよく分かんないうちに、なんか失敗したか成功したかよく分かんなくて一回終わってしまったってなった時に、やっぱり社内にも分かる人間がいないとそもそも評価できないよねっていうところで、多分ちゃんと社内でハンドリングをした状態で2回目3回目のまあ DX のトライに入ってるっていう企業さんがすごい大手さんで行くと多いのかなっていう気がしますね。ただやっぱりなかなかそれがこう、まあ、中小と大手さんの多分開きがすごい大きくなってるような気はしていて、本当に多分何も手つかずな状態の会社さんと、もう2週目3週目いろんな事業部でトライされている大手さんでいくと、やっぱりこうデータの蓄積とか、まあ、そういったところも含めてかなり差がついていくのかなっていう気はちょっとしてはいますね。はい、心配な点として、うん、はい、まあ、将来的なことを考えると、やはり製造業の競争力という観点でもね、 DX って避けて通れない課題であるがゆえに、しっかりちゃんと最初からきちっとこう見通し立ててやらないといけないということですよね。ありがとうございます。はい、それではですね、3つ目のお題の方に入らせていただきたいと思います。まあ、先ほどの2つ目2巡目 の, お話とも、ちょっと皆さんのこうものづくりに対するこだわりにもちょっと裏表みたいな感じにはなると思うんですけども、まあ、実際その、皆さんがこう、まあ、事業会社の方たちとこう協業をする中で、いやここをこうしてくれたらもっと一緒にこうしっかり深くまで入り込んでいいものができるのになとか、それからここをなんとか我々のこう条件飲んでいただけるとっていうような、そういったまあ要望に近いもの形のものでも結構です。まあ裏を返せば今のその事業会社製造業の皆さんたちが持っているまだちょっとこうまあ古い慣習というか、そういう中に縛られている部分をちょっとこう打破するためのヒントになればと思いますので、一度そのあたりのところを少しお語りいただければと思います。ではまた順番にお願いしたいと思います。エタリンクの田辺様、よろしくお願いします。はい、ですね、やっぱり大企業さんとスタートアップがこう一緒にやっていくにあたって、いろんな、まあ、ジレンマといいますかものがありまして、まあ、まずその一つはスピード感ですかね。やっぱりスタートアップって企業が進む、なんていうんですかね、1年の間に1年を、まあ、3ヶ月とか2ヶ月ぐらいで進んでいってしまうんですよね。なのでやっぱりそのスピード感がだいぶ違うっていうことはご認識していただいた方がやっぱり進み具合が良くなるっていうことが一つ挙げられると思います。でもう一つはスタートアップはどちらかというとその下請け企業ではなくてですね、もう同等といいますか、まあそれ以上であるっていうことをまあそういうふうに思ってくださる企業さんと、まあ我々はどちらかというと一緒に協業させていただいて、まあうまくいっているというところがございます。でやっぱりスタートアップをうまく活用することによってお互いにとって、まあ、協業優位性っていうものを競合優位性っていうのをかなり築いていくことができますので、まあ、そういったところをぜひご理解いただければ、はい、両方にとってもメリット、お互いメリットがあるんではなかろうかというふうに考えています。はい、ありがとうございます。はい、では続きましてコネクティブジャパンの平田様、よろしくお願いします。
私どもは創業初期は本当にどこから資金を集めていいのかも分からず手探りで、はい、大手町丸の内を3年ママチャリ5000円で買ってうろうろしながら200超える期間を回ってなんとかなんとかやってきました。で今現在おかげさまで一部上場企業の株主がやっぱ事業会社が多く私どもに資本参加いただきましてお支えいただいているんですけれども、まあその方々、まあ我々に今出資して動いている代表の方々はちょっとそういうかなり前向きだしアグレッシブな企業様たちなんですけど、一方でちょっとご縁がなかった最初トップ同士のお話し合いでご提携の一歩手前まで行ったところで、うん、破談になった大企業様いくつかありまして、大体共通してるのが、ファーストペンギンになりたがらない人、はい、でブルーオーシャンっていうのを、まあ、本当に若いうちに、まあ、僕らももう50代ですけど一度でも20代でそのブルーオーシャン行ってみたことあるような方々がちょっと減ってきてる分、とにかく石橋叩いてもっていう状態を、やっぱこれだと、まあ、僕らやっぱ成長性を求めなきゃいけない、ベンチャーやっぱり先ほどの話じゃないですけど時間がない中で一気にレバレッジかけていくっていうのは逆に重しになっちゃって、うん、そこに引っ張られて自分たちも沈んでしまうっていう怖さ危険を何度か感じたことがございました。なので今私どもの株主になっているいただいている大企業の皆さんには最初にまずそのお話をさせていただいて、はい、決して我々を後ろにこう、引きずるようなことが、うん、お約束をいただければなんていう冗談めかしなんですけどほぼ本気で、お話をさせてもらっている企業様と今お付き合いをしている。なので僕ももともとは大企業出身でその大企業でも2000年ビフォーアフターだと思うんですけど2000年までは大企業の中でも一物金を小さい単位の事業部で全部権限預けて複数年3年から5年の中期を責任持たせてやらせてくれるっていう中ですごいスピード感と結果が出せたと思うんですね。まあ、シャープ&ウェッジって僕らは思うんですけど今現在どっちかというとやっぱフラット&ウェブになりすぎて誰が決裁者で誰がその最終俺が責任持つとか口悪く言うとケツを持つみたいな人がやっぱ僕らの世代が弱くなってるのかちょっと若干なんかこの辺りがマインドチェンジして今一度自分たちの20代の時思い出してあの頃の50代のクレイジーなおじさんどの会社にもいたはず でそのクレイジーなんだけどやっぱ結果も出す魅力あふれる憧れの先輩もいたと思うんで、まあ、そういったところにマインドチェンジしていくってことも重要じゃないかなと、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ではエイシングの、井出沢様よろしくお願いします。はい、そうですね、私たちもお客様の9割9分が大手企業様になってまして、うん、今一緒にやらせていただいているお客様たちはすごく理解がある、まあ、いわゆるアーリーアダプターのお客様かなと思っております。うんうん、でそのお客様たちに共通するのがやはり我々スタートアップを実は意外に下請けって見ていないですよ。でなので多分ご契約いただけてるのかなと思うんですけども、弊社の場合も入り口がライセンスですよっていう話から入るので、そもそもその前の受託的な共同開発の POC もライセンスありきでスタートするんですね。まあ、そこを通ってきてるお客様たちなので、うん、そういう理解があるのかなと思うんですけども、でおかげさまでメティさんの経産省さんがガイドライン作ってくださって、うん、まさに AI をライセンスする契約、はい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 、あれまさにあれを生かしてライセンス契約も弊社無事成就してるんですけれども、うん、やはりそういうのもできるのも、まあ、やはり弊社のお客様たちが弊社をしたスタートアップが下請けと見ていない、まあ、そういったのはそこここ10年オープンイノベーションの機運で大手企業様の上層部の方たちの意識もだいぶいい方向に変わってるんじゃないかなとは感じています。ただ一言だけちょっと言うとやっぱスピード感、はい、POC って何のためにあるんだろうって疑問に思っちゃうんですよね。
半年とかじゃなくてもうぶっちゃけ 1,2 週間で結果我々出せるんで、うん、1ヶ月でよくないですかみたいな、それでもう次もう次々行きましょうよみたいな、うんうん、で世界初が証明できたんだから、いやその先ほどのファーストペンギンじゃないですけど、どんどん飛び込んでいきましょうよみたいな、はい、少ないお金で証明できたんだから、じゃあ今度はかけるかどうかをちょっと判断する、うん、けどそれ半年後ねとか、え来期予算ねとか、いや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 みたいなって話はちょっと我々からするとあるかなと、うん、そこのスピード感というか、あの臨時予算でもなんか無理くりでも取っていただいて進められるような形になると、より、はい、あのいろんな革新が出てくるんじゃないかなと思っています。なるほど、はいはい、ありがとうございます。では続きましてスカイディスクの内村様、よろしくお願いします。そうですね、ちょっとお客さんも聞いてるかもしれないんで、あの何の不満もないですって言いたいところではあるんですけども、あの、はい、スタートアップって大体多分、12から18ヶ月ぐらいのバーンレートの中で、まあ、ちょっとフェーズにもよると思うんですけど、はい、新調達していくので、まあやっぱ1年半あれば多分すごい安泰だし、まあ、その繰り返しというか、やっぱあの半年1年弱ぐらいのところであの結果を出して次の、調達に向かうっていうところが、やっぱり最初のこうシリーズ ABC ぐらいのところのになるかなというふうには思うので、やっぱりその 中でやっぱアクセルを踏み切ってで、あのどれだけ多分成長していけるかっていうタイムラインの中でやっぱり勝負するのがスタートアップだと思うので、まあ、そういう意味でいくと、だから先ほどちょっとこうスピード感とおっしゃって、あの皆さんがおっしゃるのはまあすごい分かるところというか、あの絶対やっぱその1年間の中でやっぱ2年後3年後の発注に向けた卵目ってやっぱりなかなかあのスタートアップだとやっぱり動けないところであったりするので、やっぱこの本当に半年この1年のところであのどれだけ結果を出せるかっていうところに、フォーカスをして動いていく中でのやっぱタイムラインに合う、企業さんと どうしても多分付き合わざるを得ないっていうところにはなるのかなというふうには、思いますね。なので、まあ、ちょっとそういったあのスタンスで多分お付き合いをいただけると非常に、うんうん、ありがたいところではあるというところだと思います、はいはい、ありがとうございます。では続きましてロジのマーティン様、お願いします。そうですね、我々あの今年の3月にですね、まあ佐川急便のアクセラに実は参加させていただいて、で、まあ、ちょっと今までもですね他の企業さんの、まあ、アクセラとか、まあ、いわゆる競争プログラムなんかにあの参加はしてたんですけれども、大きく違うところがですね、佐川さんが要は社内で公募した、新規事業担当と、まあ、スタートアップの代表がですね、まあ、1対1で半年間かけて新しい事業を作るっていうようなプログラムだったんですね。で、まあ、私の、まあ、相棒になったその佐川さんの担当が、まあ、いわゆるあの大阪のドライバーさんだったんですけども、うんうん、まあ、最初もう、お会いした時はですね、もうまあ、当然企業文化も全然違いますし、で言語ももうそれこそ違うぐらいの、まあ、ギャップがあって、で彼ともう本当に半年間もう一対一でずっと、事業開発っていうのをやったんですけども、今ちょっと振り返るとですね、もうその半年間の成果が今のうちの、まあ、サービスのもう新しい、まあ、機能だったりですね、そういった部分のもうほぼ全てを担ってくれたんだなっていう感じが今、してます。でやっぱりあのスタートアップと大企業がやっぱり競争していくためには、やっぱり僕はあの、まあ、人材の交流をどうあのやっていくか、まあ、スタートアップから大企業に入る、まあ、で逆に大企業から出向してスタートアップに入ってくるっていうようなことでですね、やっぱりお互いに学び合うような環境が非常にやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後はトライエイティングの永井様、お願いします。ここまで来るとテーマ忘れてしまいますね。何でしたっけ？まあ、この中部地区 の企業に対してリクエスト、こうマインドセットにつながるような、まあ、こうだったらいいなというようなところの思いをですね、はい、ないです。ないですあのというのもあのお仕事いただけて、うんうん、ご担当者つけていただいてそれだけで満足です。もうちょっと言うと、はい、私たちも
まあ、ベンチャーとかスタートアップとかもてはやされますけど中小企業なんで、で製品作ってご提供する中小企業なので、例えば弊社ですとお客様の利益につながらなければ、まあ、いつ切っていただいてもいいんですよ。なので、あの一緒にお仕事していただけるだけで何も文句はないので、リクエストはありませんという感じです。はい、なので必死にあの私たちは、はい、あのしっかりステークホルダーの方やあのお客様に向けてあの利益という形であのバリューを出していけるように頑張ってまいります。ありがとうございます。 あえてこう突っ込ませていただくと、なんかなんで途中で止めたんやみたいなプロジェクトはなかったですか？特にないですね。あの私たちに不手際があり、はい、私たちの製品でお客様のデータで例えばバリューが出なかったから、うんうん、結果として継続していただけなかったということなので、うん、それは反省に生かして次のプロダクトに組み入れて、でまたご縁があればどこかでまた弊社の製品を使っていただければと割り切っているので、はい、そういう意味ではあのことに向かう、俺がやってる業務だからそれ自動化してくれるなとか、俺の管轄の業務だからそこをなんか手出ししてくれるなとか、俺がこのデータ持ってるから俺にまず聞けとか、そういうのではなくて、お客様も私たちも利益やお仕事をどのように効率化するのかということに向かうべきだというのが、まあ、あえて言うならメッセージなのかなと考えています。はい、ありがとうございます。はい、ここもまたあの多分いろいろなあのヒントがあってですね、まあ、あのよく言われるのがあの、まあ、今回3つぐらいあるんですけども、あのまずスタートアップと企業の方が目線を同じ高さに持っていただくと、これだいぶ違いますよね。事業の方はこれあの井出様の方からあの、ね、出てましたけども、あのスタートアップっていうのは決して文字通りのスタートアップではなくて、世の中を変えていく人たちと僕らは捉えていて、だから企業の方たちも大企業であろうが中小企業中堅企業であろうが、そこはもう対等にパートナーとして組むという姿勢で入った方が絶対にいい結果が生まれるような気がしますので、まあ、ここはあのぜひあのまあマインドセットといいますかの考えを変えていただけるとあのいいのかなというふうに思いますね。あとあの先ほどあったその評価システムだとかの社内での評価についても、これもあのファーストペンギンにならない人が多いという話ありましたが、要はあの多分人事評価システム企業の中のそういうところにもあの直結していて、例えば新しいことにチャレンジする人をもっと評価するようなシステムっていうのを大胆に導入し、まあ一部でもいいので導入してみても、失敗してもそれはプラス評価にするよみたいな文化が出てくると、おそらくなんか新しいプロジェクトにあの積極的に取り込もうとする、まあ中堅若手の人も増えてくるで、企業の方も増えてくるでしょうし、こちら側のスタートアップの皆さんも付き合いがしやすくなるような気はしますよね。で、もう一つはそのスピード感ですか。スピード感のところはまさにこれあのさっき、まあ、あの2巡目のところでもやはりこれどうしても引っかかるんですけども、その製造業の皆さんも他の製造業以外の業界もそうなんですけども、 DX に取り組むところでよく見られる、そのおそらくだからシステム大型になればなるほど開発をする時の開発の計画だとか予算の作り方っていうのが多分昔と変わってなくて、新しいそのアジャイルだとかそういうどんどんこう小回しにしていきながら結果を出して進めていくっていうものに対応しきれていないようなところがあるんじゃないかなと思うんですけど、ここはもう製造業の DX 化にものすごい実績上げられている内村さんはその辺いかがでしょうか。何かこうした方がいいんじゃないみたいなところがありました。そうですね、はい、まあ、あの多分 100% を求めないということなのかなというふうには思ういますね。あの例えば僕らも生産計画 の、はい、あのさせた一番安いプランと月額5万とかで出してたりするんですけど、はい、例えばまあそれってあの 100% 自動化されなくても、例えばこう、30%
自分のコースが削減できるとか 20% コースが削減できるっていうだけでも全然月額5万円の価値ってありますよねみたいな話っていうのは多分普通にあったりするんですけど、やっぱりさっきの その受託開発がメインになってるっていうところもあると思うんですけど、おそらく多分受託開発の発注が続いてたりするとなんていうんですかね、後から要件足すと追加費用とか言われるからちょっとその脅迫観念で全部の要件出そうとするみたいなこととかあったりとか、やっぱ完璧なものが出来上がるまでやっぱ研修しないとかやっぱ導入できないみたいなところになってしまうと、多分それだからこの2年間3年間 DX って一切進まなかったんですよねっていう会社さんはやっぱ中にいらっしゃると思うんですよね。だからなんかまず 5% でも 10% でも多分改善できるところから着手をしていくっていうスタンスはすごく大事な気がします。はい、ありがとうございます。その他の方で今のような話のところ、スピード感とかですね、大企業の中の、システムはここをいじったらもっとスピード感変わるんじゃないかなっていうようなところ、なんか実体験で思われるようなところがもしあればどなたかございませんか。ありますか。あ、じゃあはい、田辺さんお願いします。ちょっと話、繰り返しになっちゃうかもしれないですけど、評価制度というところでやっぱりモチベーションがそんなに高くないですよね、大企業の方。なぜかというとやっぱり通常業務の上にそのスタートアップでやっているっていうことがありまして、もうほとんど通常業務にもう手一杯で、全然手が回らない状態になっていて、で なんでそうなっているかと言いますと、そのプロジェクトが仮に大成功して、巨額の利益を会社に生んだとしても、そのなんか昇進っていうのがないらしいんですよ、昇進ですとかその報酬が。じゃあなんでやってるんですかっていう話を聞いたら、趣味ですっていう、エタニックさんの技術が好きだからやってるんですっていう感じで、それが仮に社長直下のプロジェクトであったとしてもそういう状況であったっていうので、ちょっと結構ショックを受けたんですけども、やっぱりそういった評価制度っていうのはちゃんと、持っていかれた方がスピードとかメリットがあると思います。ありがとうございます。今DX システムのところをお伺いしたんですけど、その他にこう、ハードウェアの分野で例えば半導体のチップだとか、そのあたりでもこのあたり平田様がお詳しいですかね。半導体のチップ、今もう自動車でも本当にデバイスと言って呼んでいいぐらいチップの数搭載されているのって、高級車になればなるほど入っているわけなんですけども、そういう自動車業界って割と安全性だとかその辺昔から厳しい基準の中でやっぱりスタートアップのスピード感とちょっと相入れないというか合わないようなところがあるかもしれないんですけど、その辺りなんかちょっともしこういうふうになったらみたいなところがございましたら一言。半導体の部品点数が上がることによって、僕は逆にある意味で信頼性は上がっていくのではないか。摩耗しませんし、例えばオイルが欠落するとどうこうっていうのはモーターの世界になってくると全然発生頻度が変わる。で半導体の暴走っていうのも、エンジンの今エンジンをコントロールする場合っていろんなシーケンスを無理くりコントロールしてるんですけど、どれかの一つの調子が悪くなると連鎖して悪くなるみたいなことが、モーターと半導体中心の車の世界はかなりもっと極端に減ってきて、より安全安心な部分が上がるのではないかというふうに考えています。で、その半導体の供給の部分で最近やっぱりちょっと、供給不足で自動車産業直撃とかっていう、こうお話が出るんですけど、これも先々的にはもう解決していくところだとは思ってるんですけれど、その自動車産業だけを支えるために半導体産業に力を入れるのか、半導体産業全体が今現在自動車産業って250兆前後、全世界トータルで250兆前後だと思います。で片方半導体は、一昨年が約50兆弱です。ここから見るとすごい負けてる感あるんですけれど、2025年
今あのマッキンゼーが発表している数字でいくと IoT は600兆マーケット、で先ほど言ったように IoT はハードの世界なので、うん、半導体の部品搭載率が4割って見ると240兆、今全世界がクレイジーで半導体投資してるわけじゃなくて、はいはいはい、もうみんなもうそのブルーオーシャン見え始めてるんで、あのみんなクレイジーに走ってると。で僕らも23年ぐらいには上場して25年にはそれを迎え撃てれるある程度ちゃんとした組織体になろうなんて考えていたりするんですけれど、自動車産業の方々も発想、まあ、そこでどう考えるか、うんうん、あの自動車向け半導体のそれを支えるインフラの方に行くとか、うん、いろんなあのブルーオーシャンの見つけ方は、より選択肢は広がるんじゃないかなというふうに考えています、うん、まだまだ そのは広がるし、あのチャンスはあるということですよね。というかまだまだ本当手つかずのところが多くても、本当皆さんの活躍する分野が たくさんありすぎるくらいの足りない、ね、本当にあの人が足りないぐらいの感じになっていくんじゃないかなというような予感さえするようなお話でした。ありがとうございます。はい、それではパネルディスカッションの3つのテーマにつきましては、今のところで大体一区切りつきまして、まあ今日今お聞きになられたようなこと、明日から少し会社聞かれた方で聞かれていない会社の方たちにもね持って帰って伝えられて、まあ、こんな話あったんだけどうちも変わっていかなきゃねというようなお話につながればすごく嬉しいと思いますので、ぜひそのように明日からマインドセット頑張っていただければと思います。はい、ではここからは Q&A に入らせていただいてよろしいですかね。はい、今そうですね、まず会場の皆様の方から何かこう今日のご登壇されている方皆様に対してここをぜひ聞いてみたいというようなところがございましたら挙手をしていただいてお聞きください。でお考えになっている間はこちらにもいくつか事前にいただいている質問がありますので、それをちょっと皆さんに問いかけながら進行していきますので、もし今すぐでもお聞きになりたいようなことがあればすぐお回ししますので、どなたかお見えになりますか。あ、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。私ね、名古屋生まれ名古屋育ちの牧野というんですけども、愛知県で育っていて、愛知県の製造業って例えばトヨタグループさんっていまだに過去最高益を更新していて絶好調じゃないですか、ね、だけど皆さんの話聞いてると製造業ダメみたいな感じのトーンが多いんだよね。でだから私からすると、いやそうは言っても一番儲けてる製造業の人たちのやり方がそんなに悪いとも思えなくて、そういう意味で、ネット系 のスタートアップさんって B2C のネット系のスタートアップさんに比べると製造業を相手にしてる皆さんの方がいろいろビジネス難しいと思うんですけど、なんかその学んだこととか製造業すげえなって思うことがもしあったら教えてもらいたいなと思いました。牧野様ありがとうございます。ちょっと私の持ってき方があれだった偏ったかもしれません。当然中部地区の製造業の皆さんすごく元気に今はやっておられる、まだその中でチャンスがまだまだあるというご理解でいただければいいと思います。で今の牧野様のご質問に対して、どうしましょうね。何かこうご発言ある方も、じゃあ永井さん、はい、お願いします。そうなんですよ、なので何も言うことはないですね。なのでこちらからその製造業の方々に対して、まあ、ご一緒にさせていただいているのがメーカーさんとかが非常に弊社も多いんですけれども、いやもうすでにもうすごいワークフローで業務されていて、まあ、片手間といってはあれなんですけれども、その中で一回試し打ちみたいな形で例えば弊社の AI のツールを使っていただいて性能のこう調査をしていただく、
こんなご本業がお忙しい中でやられているのに、私たちの方ではそんなこういうふうにしてくれとかそういうリクエストがないのも、それがまさに理由です。牧野さんがおっしゃったのが理由です。例えばすごい私たちで思い出深いのが一個あるので、それちょっとご紹介するんですけれど、某大手飲食系食品メーカー様で、需要予測および在庫管理の案件でやらせていただいた時にはですね、全国津々浦々の小売店に卸す商品を各リージョンでこういくつ必要なのかというのを、本社のメーカーの、生産計画の担当のおばちゃん一人でやってるんですね。でこの営業さんはちょっと多めに発注してくるから何パー引くとか、そういうのを毎週やるんですよ。その一人を AI 化することなんて無理なので、うんうん、そういうのこう素晴らしいワークフローをいかにその人がこう例えば風邪でお休みされてもご本業にこう影響がないような形で保険を作ってあげるのかとか、私たちはこう AI というと業務の自動化っていうことを置き換えにつながりやすい話にどうしてもつながりやすいんですけれども、お前のところの業務が悪いからとかそういうのではなくて、もっといいものをもっと良くしてあげようというふうに拡張してやるというのが私たちの、まあ、スタートアップの、まあ、やる意義なのかなというふうに考えていたりします。これすいませんちょっとコメントです、はい、ありがとうございます。他にどうなったか、はい、はい、お願いします。伊勢さん様、はい、お願いします。製造業のお客様、我々ほぼ全てのお客様はそうなので、うん、ちょっと先ほどもどこかの回で申し上げたかもしれないんですが、はい、基本的に皆さん素晴らしい技術を持ってらっしゃって、グローバルのトップランナーで走ってるお客様ばっかりです、うん、で日本の製造業の未来は私も明るいと思っています。ただドイツとかインダストリー 4.0 とかあそこら辺で進んでいる国との話とかもやっぱするんですけども、やっぱり視点が残念ながらヨーロッパの方が一歩進んでいる感覚がありまして、 AI の専門家がまあドイツ企業と話すと AI なんとかみたいな AI アナリストとかなんていう名刺の人は誰もいなくてですね、データサイエンティストっていう形でもう 3,4 年前からすでにそういった方たちで出てこられてました。要は AI 一つのツールとしても見られていて、なんか本質をつかれてるなっていうのを感じています。で私からするとすごいその日本の製造業の方たちすごいいっぱいいろんな技術を持ってるんですけども、それを実は DX というかその掛け合わせで使うだけで世界を取れるようなところがいっぱいあるんですね。でそういったところがちょっとこう今までがすごすぎて、うん、次に行かない、っていうちょっともどかしさみたいのがあるかなというのが、うん、もしかしたら皆さんそういう発言につながったのかなと思うんですけども、はい、基本的には素晴らしい技術があり、うんうん、どうせならもうちょっとテイスト加えるだけですごいことできるのにって思ってしまうもどかしさがちょっとあるかなというのが、はいはい、私の感想です。はい、はい、ありがとうございます。このあたりあれですね、いろいろな視点も、ね、入ってくると思います。その働き方改革とかそういうテーマにも関わってくる部分にもなると思う。 DX ってただ単純に、ね、収益のためのものだけでもないのでっていうのもありますので、まあ、欧米割と取り組んでおられるところはそういう視点も入っているケースもありますから、まあ、まだまだ、生産性も高められるし競争力も高められるしから働き方ももっともっと自由になっていくんじゃないかと思います。そういうのにスタートアップの皆さんの技術が、ね、どんどん使われていくといいなというふうに思いますよね。他会場の方からご質問ございますか。なければこちらの方から、まあ、皆さんのその、まあ、持ち分といいますか事業の領域の中で、多分まだ企業の方たちが気づかれていないけれどもうちのこの技術使うとこういうところ大きく変わる、まあ、いろいろコアになるところはお話しいただいたんですけども、何か、まあ、特にここをちょっともう少しこう強調しておきたいというような、何かこう今まで実現不可能だったものまたはコスト的にやれなかったものが、まあ、この技術使うことで大きく変わった、まあ、そういうのがもう実例であれば実例のご紹介でもいいですし、またはこれからチャレンジしたいというところであればどういう業界の方とどういうふうに組んでいきたいというようなところを少しお伺いできればと思います。これはもう順番に聞いていった方がよろしいですかね。エイタリンクの田辺さんから
一言ずつ今のテーマでどの切り口でも結構ですので、ご自身の持っておられるコアのテクノロジーというのコアのコアコンピュータスの中で、企業の方たちが導入されることで今まで実現不可能だったものが可能になったりだとか、それからコスト的に実はやってないだけで、それこの技術やれば多分うまく採算あってやれるんじゃないかというようなところをとかですね、そういった何かこう私の技術を使っていただければ、こういう分野で使っていただければ変わるんじゃないかっていうようなところが、もしリクエストみたいな形であれば一言。そうですね、はい、今のところやっぱりその先ほどスライドでもお見せした通り、デバイス その消費電力っていうのはどんどん下がってきていて、うん、はい、で最近ね、CMOSカメラ、実際にカメラですね、カメラ自身も動かせるようになってきた、うん、で今日のお話聞いてるとどうもエッジ AI もいけそうだっていうので、将来可能になるだろうと思われる未来としては、そのもうカメラも載ってるしエッジ AI も載っている、そんなようなデバイスがこう無数に世界中にばらまかれていって、それらが完全にワイヤレス給電化されるような、そんな社会っていうのが、まあ、実現できるだろうと。で究極的な、まあ、デジタル化っていうところで我々が目指しているところとしましては、まあ、例えば今スマートフォンなんかを使っていますけれども、それがだんだんウェアラブルになっていて、スマートコンタクトレンズとかそういったところに近づいていって、まあ、一回こういう人体などで、まあ、得た生体の信号っていうのを一回アナログをデジタルに変換して、それをまたインプットっていう形で、ちょっと無駄な作業があるんですけれども、それをもう直接脳から得られた信号とかをですね、そのデジタル化してっていうことは可能になっていく、また、まあ、2050年ですが相当先の未来になりますけれども、そういった、まあ、ブレインマシンインターフェースとか、そういったところの領域っていうのが、まあ、可能になっていくだろうと、もともとはそういった研究で始めているテーマでありまして、うん、まずはできるところからやっていこうっていうのが我々のスタンスでございます。まあ、そういったところ一緒に組めるようなところがあれば、はい、ぜひ一緒にやりたいということですね。と思います、はい、ありがとうございます。ではコネクティックジャパンの平田様お願いします。我々の今売り上げ の取引先ですね、自宅開発、自宅製造、開発自宅のやつでが約6割が今材料メーカーさんです。でなんで材料メーカーさんがその実装モジュール開発してくれになってるかっていうのが、今もう材料メーカーさんも最初のエンドユーザーのセットメーカーさん、例えば自動車屋さんとか電気屋さんの方々がこうのスピード感で待ってられなくなってきてるんですね。もう早くマーケットに市場に実装を流していきたいで、そうなってくると半導体の設計ができるとか、その回路も含めてとか信頼性も含めてとかってサービスサポートできる会社と組むと、資金だけ出せばある時間軸で製品が出てくるみたいな流れが最近増えてまして、まあ詳しくはうちのホームページ見ていただくと、何社も実際に材料メーカーさんがあれ気づいたらセンサーメーカーになってたりとかですね、それを含めたシステムの領域まで、医療用の領域まで化学メーカーさんが行き始めてたりとか、まあ、非常にIoT は組む相手、組み方によっては資金はあるけど知恵はないとか、知恵あるんだけど資金ないとかっていうのが業種超えてボーダーフリーにつながっていくんじゃないかなと。で最近のその材料メーカーさんでも特に食品系材料屋さんが、CAGR 145%対前年成長率が2桁っていう世界、非常に魅力を感じられて、基本化学的近しいものをそういった IoT のセンサー用の基板であったりとか筐体であったりとかっていうことがあって、でまあ我が社と組んでいただければ、本当にお金さえいただければどんなものでも形にしますっていうのが我々のモットーでございまして、そういった IoT に参戦したい方々もぜひぜひ当社にご読みいただければと思います。おそらく当
中部地区にも素材だとかそういったところで特殊な技術を持っておられて、まあ、ずっとその古くからおじいさんお父さんの時代から、まあ、自動車産業で事業されてきたところ、おそらくその第二創業というキーワードをよく聞きますけれども、そういった形で新しい方向へこう転換していくようなことっていうのもチャレンジもしかしたらできるかもしれませんね。ここだけ付け加わると、はい、愛知って医療機器お強いじゃないですか、はいはい、で実際我々に、はい、今まではただのただのって言い方はちょっと語弊ありますね、検査をするっていう検査装置系を、はい、例えばご検討の会社がもうセンサー含めて、あるその生体、センサーをまで行き着いて、でそれをなんとか世の中に出していきたい、まあ、メーカーになってこうなんていう、だから従来だったら測定器メーカーさんがそんなことにまあ変わっていこうとか、だから IoT はインターネットにつながればどの産業からでもっていうチャンスが広がるじゃないでしょうかね。なるほど、はい、ありがとうございます。では続きましてエイシングの飯澤様、よろしくお願いします。はい、弊社の技術はまあちょっとディープなやつなんですけども、はい、こう追加で学習できるよとかそういったところが特徴的でして、まあ、デバイスに乗っかった後にインターネットとつながらないでデバイスの中だけでスタンドアローンで学習し続けられるっていうのが特徴なんですけれども、まあ、それを差し引いても実は軽量実装だけでも十分従来の技術に優位性がありますので、もしまさに先ほどスカイディスクさんもおっしゃってましたけど、うんうんうん、いろんなもう 2,3 週回って、はい、まあ、失敗してこられちゃっている案件があるかと思うんですね。でそういった案件でも POC では微妙に成功したのに実装面でうまくいかなかったみたいなところは、うん、ぜひ弊社に言っていただければ 1,2 週間で結論出せますのでぜひそういう方がいらっしゃれば再チャレンジ、はい、再チャレンジぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではスカイディスクの内村様、よろしくお願いします。そうですね、最近割と再生可能エネルギーの話が叫ばれるようになって、結構その、はい、日本の製造業も割とすごい煽り食うんじゃないか否かみたいな感じの話のは結構されてたりするんですけど、まあ我々も結構その商社さんとかとも結構ディスカッションさせていただいたりとかっていうのはあったりするんですけど、まあ、少なくともやっぱりエネルギーマネジメントみたいなこともまあ各工場で取り組まなきゃいけなくなるぐらいのことはやっぱりあるんじゃないかと、まあ、少なくとも工場の屋根に太陽光パネルは載せなきゃいけないし、まあ、それでどうより良いエネルギーを有効活用していくかっていうような最適化の取り組みみたいなところはやらなきゃいけないだろうっていう流れの中で、やっぱりその人の力でできることだけではなくって、やっぱり AI とかいわゆるこうデータサイエンスを活用した形で取り組まなければいけない時代がやっぱりすぐそこまで来ているのかなっていう気はすごくするところなので、その部分でいくとやっぱりその僕らがサポートできるところ、当然大企業ですでに取り組んでいらっしゃる製造業さんはたくさんいらっしゃると思うんですけども、僕らがいろいろとサポートできる企業さんもいらっしゃるのかなというのは一方でやっぱり思うところでありますし、まあ、そういったものをデータマネジメントデータサイエンスに取り組むっていうのはやっぱり時代の流れから考えると早ければ早い方がいいというふうには思いますので、うちにもぜひちょっとご相談をくださいっていう感じですけども、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、では路地のマーティン様お願いします。はい、ちょっと我々その製造から少し離れて、またちょっと物理の方に戻るんですけれども、先ほどセンサーの連携で、温度湿度、照度みたいなところっていうのはですね、これは当然輸送中のデータを可視化するっていうのはフードバリューチェーンとか、医薬品とか、半導体の材料とか非常に重要な技術かなと思ってるんですけども、次のステップはですね、やっぱりカーボンニュートラルと物流ってもう非常に近しい関係にやっぱりあるっていうところがあってですね、今物流でいくといわゆる CO2 の排出量の見える化っていうのはいわゆるトンキロっていう方式を取ってるんです。非常にやっぱり精度が悪いんですよね。でそれはやっぱり燃料法とか燃費法みたいなところに切り替えていかないといけないというところがあって、今ちょっとエネルギー商社とですね、そのあたりの取り組みというのもちょうど今始めているところです。ですからいわゆるセンサーの、温度、湿度、管理みたいな、照度からもう次はちょっとそうですね、カーボンニュートラルの方にシフトしていきたいなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。では最後、トライティングの永井様お願いします。はい、手短に
2点いいのがありまして、需要予測とか客数予測とか、こういう量を予測するもの、これ の AI 化っていうプロジェクトを、やられている会社様、多く実は見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、めっちゃ時間とお金かかってませんか。これを私たちは本当にお試し1ヶ月から、ボリュームによっては3ヶ月程度で、かなり健全な価格、そしていい品質で需要予測等 のソリューション答えをお出しします。30万品番とか50万品番どんと来いでございますのでぜひノーコード AI のウムベルトと検索して、ぜひお問い合わせいただければ幸いです。で最後に価格と速さで私たちこだわってます。でデータも会社の中で今日も案件でご相談あったんですけれども、めちゃくちゃデータが点在してバラバラしていると、こういったところを弊社のシステムの上で統合し、きちんとこう分析できる形に整形をして需要予測とかいろんなアウトプットにお出しすることが可能ですので、ぜひそういったファジーなご相談も受けたまりますので、ぜひご相談ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、でそろそろですね、時間の方も迫ってまいりまして、パネルディスカッションの方はこれで Q&A の方もおしまいにさせていただこうと思います。本日は本当に6人の皆様から非常に貴重なご意見たくさん聞くことができました。でご参加いただきました皆様、ぜひさらにこの中部地区の製造業の皆様がですね、競争力を高められるようなスタートアップとの組み方というのをまた一度お考えいただいて、皆様と一緒に手を取り合って進んでいただければというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。登壇いただいた皆様にぜひ盛大な拍手の方よろしくお願いします。